だけを手前にこっちに持ってきているという状態を作っています。そうするとなんとなく今は状況を説明するでももう無理という状態で、はい、では B フィットネスの YouTube 始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、このチャンネルではですね、古武術の面白みだったりとか、なんかこう人生にちょっと役に立つような、体の不思議な部分だったりとかを何かこうお伝えできればないいなと思っておりますけども、今日は前回 の, ちょっと続きで皮膚についてちょっといろいろな面白いことをやってみたいなと思ってるんですけど、はい、はい、ではですね、世界さんどっちしましょうかね。手まっすぐ僕の方に向けてもらっていいですか。はい、で僕はちょっと見えますかね。2本指で世界さんのこの何ですか、手首をちょっと持ちます。手首を持ちます。でこの状態で僕はこっち側にちょっと引っ張りたいと思うので、はい、とりあえず立っていれば多分2本指ぐらいじゃなんともですね、引っ張りにくい、うんともすんとも、うん、ですね、という状態になっています。ただしここに触れ方が変わってきます。どういう触れ方かというと、もう優しく触れるということです。そーっと持たれてますですね、皮膚だけ、はい、でこの持ち方も、どういう持ち方かっていうと、ちょっと細かく言えばなんとなくこうギュッて握ってると相手の肌の感触とかよく分かんなくなっちゃうんですよね。うん、なんか骨をギュッてされてる感じですね。そうですね、ギュッてされる、はい、なので優しく触れて、あ、なんとなく自分との温度の違いだったりとか、うん、細かく、うん、皮膚の感触、あ、僕とちょっと違うなとか、なんかそれが分かる範囲内でちょっと触れています。その状態で筋肉には情報を与えないように、なんとなく皮膚だけを手前にこっちに持ってきているという状態を作っています。そうするとなんとなく今は状況を説明するでももう無理という状態でなんかずっとゆっくりなんか引っ張られてるという感じになりますね。別にそんなに力がこういるとかっていうわけではないんですけど、なんとなく情報が、瀬上さんの方にの体にですね、なんとなく行っているという、はい、でも瀬上さんはあんまり行きたくないと思う、ね、そうなんですよ。別に耐えようと思ってないし、うんうんうん、そっちになんかスーってなんか引き寄せられる感じだし、うん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 、それでいいやって感じですね。じゃあ僕は今度は行かないぞってちょっと思っときたいなと思ってるんですけど、はあはあ、いいですか。でちょっと行かないぞって思ってないとですね、この肉厚の腕で引っ張られると結構行っちゃいがちになると思うんですよ。2本指でちょっと、どこでもいいんですけど、ここが持ちやすいかもしれません、はい、そこでもいいので、あのギュッと力入れて、はい、でグーッと引っ張ろうと思って、耐えられてる。僕はもう行かないぞってつもりでいます。本気で行くと、でも行かないぞ、この小指、あの足の指がグッと頑張ってるから、はい、疲れます、はい、なので僕はこの状態でいます、はい、瀬上さんも触れ方をちょっと変えてもらいたいと思うんですけど、優しくですか。優しくです、ね、優しく、はい、優しく持ってもらってます、はいはい、もうさっきとは全然痛さもう全然違います。さっき痛かったんですよね、もう戦ってましたよ、はい、戦ってましたよ、ね、なんとかこっちに行かせようってやろうと思ってですね。だけど優しく触れているという状態で持ってもらってます。でなんとなく僕とのちょっと自分との違いみたいなのもなんとなく感じてるんですけど、うん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 、温度だったりとかちょっと僕よりあったかいです。あったかい感じですね。あったかい、はい、その状態で、僕の筋肉には情報を伝えないように、はい、なんとなく優しく、ただ向こうに手を持っていこうぐらいで、はい、行かないぞと僕は思ってますよ。行かないぞと思ってます。でも瀬上さんはその感覚を切らさないように、はい、そのまま行ってみてください。お強い、強い、結構強い、結構耐えてたんですけど、いや粘っていた、強かった。なんかこっちも無理くり行こうとしたけど力で行きたくなるぐらい、でもちょっと抑えていただいてるかみたいで、
ちゃんとコントロールされてる、ね。いやー、ギリギリを感じながら。はいはい、まあ、なんとなく僕を引っ張りたいってすごく思われると思ったと思うんですよね。はあ、はあはあ、引っ張りたいって思うのを、なんとなく消してしまう。はい。みたいなことをすると、はい、なぜか僕は行ってしまいたくないみたいな。変なのなんか変なんですけどね。でもなんかこういうことが、全然、まあ、皮膚の触れ方だけでもなんかあるのかなっていうのを感じてます。こっちはですね、なんかそれこそ力みやこう、行けっていう感覚で行くんじゃなくて、なんかその皮膚の感覚のつながりだけをずっと感じ続けるみたいな。ですね。ちょっと僕のことをしっかり見ていてくれたっていう感じで、ありがとうございます。自分の感覚もちゃんと、見ながら、行動していたという状態を作っていると。勝手に行きましたよね。まあ、勝手に行ったみたいになってますよね。結構こっち全然力入れてないですもんね。はい、ですね。まあ、結果、行っちゃってるみたいな感じになってますよね。はい、まあ、行かせたいという気持ちがあったけど、まあまあまあ、うん、無理にこう引っ張って。でしょって感じです。そうですね。まあ、こういうメカニズムが、まあ、この中にあるよということです。まあ、皮膚はやっぱり感覚受容器でいろんなことを感じちゃってるんですよね。だからまあなんとなく、なでなで、そう、そういうことです。なでなで、この前回やりましたね。なんとなくなで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 してると、なんとなく皮膚はちゃんと感じてくれてます。なので、それはちゃんと情報として脳にも伝わってますし、はい、僕は行かないってちゃんと片方の脳ではしっかり考えてるんですけど、はは、片方の脳はなぜかもう体がそう言うから、そう、そんな言うなら行くよみたいな、そんな状態になってるのかなとも、まあ何か関連してるんではないかなと思っております。面白いにゃ。はい。まあ今日はこれぐらいにしといて、またいろんなことがあるので。いつも勉強になります。ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。